サウンドデバッカーっつって、要はそう、はい、我々が例えばだけど開発の時にこの音がおかしいですって言われた時に、まあ、言われても、まあ、口頭レベルで言われてもどこから発信して、はい、いつ消えて、はい、誰が鳴らしてどこのアウトプットに送られてっていうのを全部監視しないとわからない、うん、そもそも出口からジューンって突き詰めてって、はい、最後例えばプログラマーの誰それさんが叩いてましたってたどり着くまでいろんなプロセスをたどらないとわからない、ね、あ、若干僕今煙がこうシュワシュワって出始めてるんですけど大丈夫ですか。大丈夫です、うん、まあまあまあ要はどんな画面使ってそういう、まあ、要は犯人探しツールみたいな、まあ そういうぐらいじゃないんだけどね、見えるそうそうそう、その時にも使うし、じゃあはいはい、もう出しちゃう、出しちゃう、出しちゃいますか、出しちゃう、大丈夫ですか、流しちゃいます、見たいね、どんな感じか見たいんだ、こんな感じ、これこれ今ね分かんないんですけどジャック・ワルテマやってる、これまああれですか、ストーリー分かんない、ストーリーの最後のちょっといろいろよくわかんないんでとりあえず聞きたいんですけど、うん、あの赤い丸なんです、赤い丸は、はい、マイクポジションって言ってサウンドを聴取してる位置から見て相対的に何の音がどの位置に見て、はあ、どの範囲で鳴ってるかっていうのが、まあ、見れるやつ、まあ、あのだから円、うん、はいはいはい、外すんごい円出てますね、だってだからだから本当だから秒間300ぐらいで倍増してる、あの円の数が音の数なんですか、あれ全部見えてないよねあれ要はちょっと近づいてそのあんまり大きいともう本当ここがね赤く塗りつぶされちゃって分かんないから、ちょっと拡大してこんな感じで音拡大するんだ、ほうほうほう、うん、って感じで、なるほど、うん、すごいでしょあれ、あのちなみにさ、はい、今日って見てなかったんだけど、はい、何か出したの、ジョイ君、唐揚げくんのお好み焼き味が出ましたっていうことですか ね、いいか、何今日何出したの、今日はサントラの進捗、うん、そうですね、うん、まあ皆さん気にされてる、順調っていうんです、うん、はい、はい、まあ、デザインもだいぶそうですね、はい、それからあと他には、大阪フェイト、そう大阪フェイト、もう、うん、申し込みサイトオープン、はあと概要も一応ね、そう、明日の放送後に開けるんじゃないのいやいやいや、ソケンさんの号がかかったんで、はい、行けと、もうバシッと、バシッと全力で止めた、全力で止めてないなオープンしてきました、あ、でもなんか多分好評です、うん、っていうか、他は、うん、他は、でも他はもうこんなもんでないよ、いや、だったほら、あとすげえいいの流してましたよね、何、いや、なんかほんと感動したんですけど、あのアルテマの動画で、その普段ソケンさんがどんな感じでお仕事されてるか、その要は効果音の付け方だったりとか、そのデバッグのツールっていうのをちょっとご紹介いただいて、え、何、パワポとかで、いやいや、動画ですよ、はなので、それを見てこれすごいっすねって話をしたんですよね、本当にあるの、いやいや、読みましたよね、後でタイムシフトで見てたのがちょっと流して、タイムシフトってね、ちょっと流して、ね、うん、これこれこれ、いやー、唐揚げくんのお好み焼き味ってうめえなちょっと待って、止めて、お前らさ、何でも正座したら済むと思ってるだろう、最近ちょっと確かにその傾向は、お前これシャレになんないよ、だって社内ツールでしょこれ、社内ツールですね、そうだよね、そうだよね、はい、ちょっと終わろうテスト放送で、なんかちょっともう、うん、はい、うん、あのさ、本当にうちの広報とか走ってくるレベルだよマジで、そんなさ、さっきから外が騒がしいのはそのこんなさザコッピがね3人正座したって話にならないで、マジでこれマジモンっすか、ひょっとして、わかりました、ちょっとじゃあ終わりましょう、明日9時でしょ、明日本番9時なんで、9時のテスト放送、当初に9時の合流されたらもうダメだ、もうほんとテンパって今明日のテスト放送ちょっとあーつらい、本番ほんとソケンさんと、いや
明日9時です。明日9時に、第11回のプロデュースされたライブなんで、そちらの方よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それじゃあ、なんか空気がおかしいな、いつもと。いや、だあのさ、言ってるじゃん、だから明日2人とも放送いないぞ、これ。え、誰が放送するんですか。